第349回タマラジオとということでね、えー、今回は、まあもしとかね、まあいろいろ受験勉強始まってね、いろいろ悩みが出てきてるようなので、今日はその辺をね、しっかりとやっていこうかなと思います。で、えー、受験、資格とか就職系の試験、いろいろあるけど、まあ、そういう,こう学力系、えー、何でもやな。うん 学校のみたいに期間がすごく短くて、2、3ヶ月とかの中間テスト、期末テストとかで出る範囲が狭いっていうやつじゃなくて、大人になって受けるやつね。資格試験とか大学受験とか。そういうのの勉強に向けての話をしていこうかな、と思います。で、今回やったのがね、え、勉強の息抜きってどうしたらいいですかっていうやつやな。え、これはね、あのー、やっぱすごくこう、あのー、大事。うん。で、まあ、玉先生のおすすめの息抜きって何でしたかっていうことで、えー、まあ、あのー、今回答えていくんやけど、 こう息抜きっていうのはもう、ないとダメだと、俺はもう、中間期末なんら別にいいよ。だってもう、テスト期間の勉強って、まあ、1週間、2週間とかでしょ。その期間、我慢しろって言われたらできる。で、ウェブタマね、このタマラジオとか聞いてる人たちはよく、まあ、何度も聞いてると思うけど、やっぱ、楽しく、えたまには息抜きもしながらやるっていうのはすごく大事なこと。じゃないと続かないから。わかる結局、我慢するやつって、一生我慢しながら結果出していくのよ。 例えば、俺は、むちゃくちゃ背伸びして、自分が普通じゃ考えられないような学校に行く。まあ、これもいいとは思うけど、俺はそんなにね、それがね、えー、それがもう何よりもベストだとは思ってない。多分みんなはね、ちょっとでもいい大学に行くことがベストだと思ってるけど、そうじゃない。どの大学も、どの進路も使い方しない。自分にベストな部分を目指すべき。ただ、自分の全力を出すこと、とても大事で。で、全力を出すんだったら、息抜きとかね、休むことって良くないじゃんって思うかもしれないけど、そうじゃない。あのね、 全力出して息抜きもなく、全部我慢して我慢して我慢して、やっと出た結果の先には、そういう人たちが集まってるのよ。わかる自分が全力出してこれ以上もないっていう状態で、やっとその環境に入れた。そして、その環境にいたらみんなやっぱそういう能力持ってきてるから、やっぱそういう人間であることを求められるし、それを維持するためにめちゃくちゃ勉強もしなきゃいけない。うん。でね、やっぱ、あのー、少し余裕持って遊んで息抜きもしながら、それで結果が出せるような人たちっていうのは、 本当に自分が追い込まれた時、まだギリ、遊んで、気を抜いて、え、やった分を、さらに頑張る時間に当てることもできる。だからもっと力を出すこともできるんだよ。で、え、じゃあ、ま、あの、ね、全力出して頑張りつつも、ちょっと下の方に行ったらいいんですかってと、ま、そういうわけでもなくて。結局、例えば、我慢して、我慢して、我慢して大学行くと、今度は就職のために我慢して、我慢して、我慢して、就活する。そして今度は就職したら、我慢して、我慢して、昇進する。ずっと我慢し続けて、ずっと残業して。そしたら、おじいちゃんになっちゃうぞ。楽しみながら、 えー、息抜きしながら、それの中でも頑張れる。じゃないと続かない。一生続けていけない。ね。職種コロコロ変わると、やっぱそれだけ自分の能力とかスキルって上がっていかないから。逆に長く頑張れるスキル。長く、ここだったら自分で楽しみながらやれるもの。そういうものを探しながら、やるっていうのは大事かもしれへんな。うん、と、俺は思う。で、その、息抜きって、やったら悪いっていうわけでもないんだよな。うん、っていうのが、 あのーまあ、まず、俺がどんな息抜きをしてたか。俺の息抜きはあのー、1日30分くらいのプロ野球ニュース。俺ね、プロ野球の、や,やっぱ野球、ソフトボールしてたんでや、プロ野球ニュース見るのちょっと楽しみだったんだよね。あとはソフトボールをしてたので、えー、素振り。まあ、どっちかっていうと、息抜きというよりこう、なんていうかな、眠気覚ましでやってたから、眠くてしょうがないから、素振りしながらみたいなね、っていうのをやってました。うん、ただね、基本的に俺はね、受験勉強で、息抜きってほとんど必要がなかったんだよね。 っていうのが、えー、俺の受験勉強ってどんなんかっていうと、まず朝、起きたら、えー、昨日の復習をする。昨日とか、これまでの復習をだって一回やる。で、えー、そっからまず世界史の勉強を始めるのよ。もうとにかく俺は世界史がね、嫌いで面白くなくてわかんなくて、で、えー、辛い。やっててね、とにかくしんどかったのよ。な、とにかく、それで世界史やりまくる。それからまあ数学かな。やっぱ数学、なんか頭がリフレッシュしてる時にやるといいよって言って、朝起きて3時間くらいね、経ったら、えー、一番の店はね、元気モリモリな時だから、こんな時数学やれっていうのは、 言われてた。それもまあ分からんじゃない。うん。で、とにかく俺は世界史をやってたのよ。で、なんでなのか。世界史がめちゃくちゃ嫌いだったから。で、つらいけど、でもやっぱ、そんな脳みそが元気で生き生きした時じゃないと、やりたくないのよ、そもそも。やってられないの、しんどくて。ただでさえしんどいから。で、我慢して我慢して、あーもう無理だーって。まあ、それでも朝ぐらいとかね、朝ちょっと昼過ぎ、ね、12時までとか、12時、2時ぐらいまで世界史頑張れたら、そっからは、えー、まあ、こんなに頑張ったんだからって。お前の好きな理数やったらいいよ、とかね。そんな感じでした。 で単語、こういうのは、えーと、いつでも勉強できるでしょ。1分でも勉強できるし、10分でも勉強できるし、逆に3時間ずっと単語だけ勉強しようって言われたらできないよね。じゃあ、そういうのを休み時間とかにやってた。休み時間とか、ちょっとした休みの時に単語とか詰め込みながらやってました。で、放課後になると、英語の長文読んだりとかね、で、何分で読めたかとか測ったりとかしながらやって,やってたんだけど、そんなことやってると、息抜きが俺はいらなかったのよ。というのが、 世界史が苦しくて苦しくて、それでも絶対世界史って。まず嫌な世界史やらないと他できません。これね、えー、っと、オレンジの育てられ方なのよね。うん。オレンジも、まあ、あの、夕飯でね、食事があるんだけど、あの、俺、野菜嫌いだったのよ、特に昔は。で、もう嫌いな野菜だけど、それでもね、食わなきゃいけないっていうルールが。だってやっぱ人間生きていくためには栄養必要だしね。だから我が家は必ず必要な分はちゃんと食わなきゃいけませんみたいな。で俺が食いたくないってなるとおかずが出てこんのよ。や <laughs> 嫌でも辛くても、とにかく野菜食,食ってサラダとか、 もう全部食べてしまわないとメインが出てこない。ね、魚のフライかもしれないし、ステーキかもしれないし、ハンバーグかもしれないし、パスタかもしれないし、みたいな。ね、その結果でなんと、なんとしても食わなきゃいけないっていうことで、えー、舌の上をね、乗せない食い方を学びました。俺ね、頭良かった。なかなかちっちゃい頃からね、よく考えてる理系の子だったんで、うん。俺らが、 あのー、味を感じるのは下だなと。で逆に言うと、下の上を通さなければ、味感じないんじゃないかっていうことでね。下の上を通さずに食う練習をして、えー、どんなまずいものでも大体食えるようになりました。まあ、佐藤でもいいんだけど。うん。まあ、そのおかげもあって、まず嫌いなものからやっていく。で、好きなものを最後に残す。だから、勉強も一緒。最初に嫌いなことをやる。で、その後ご褒美で、えー、好きな教科とか、得意な教科をやってたから、なんていうかな、サウナから出た感じ。やったーって。これで、やっと数学ができるとか、理科ができるとか、溶けて楽しいみたいな、嬉しいってなるわけ。 勉強だって一括りにするから辛いんだよ。しんどいんだよ。勉強の中でも嫌いな世界し、勉強の中でも得意な、丸々。そんな風にして勉強すると、勉強そのものが息抜きになる。だから勉強って一個に固めるからダメ。理科とか世界史とかにして、好きな教科を息抜きにすればいい。しかも、えっ、ー、と、例えば不安とか苦しさとかいろいろあるけど、受験の苦しさ、不安。これは受験を乗り越えることでしか消えないぞ。だから、いい点取ることしか、息抜きにはならない。 まあだからこそ息抜きやってもいいと思うんだよ。休憩してもすごくいいと思う。なんでか、えっ、ー、とね、俺のお師匠さんがいるんだけど、その人が医学部行った時の勉強の仕方は、ちょっとまあ異次元だったけどね。うん。独特だった。その人、まあ浪人して、えー、どんな勉強の仕方をやったかっていうと、えー、1日を2つに分けて、どんなかっていうと、えー、朝5時になったら寝る。そして朝7時に起きる。とか、8時とかかな。うん。で、そっから、ずーっと夕方の5時まで勉強する。で、また寝る。 そしたら8時とか7時とかに起きる。まあ、2時間か3時間かね。寝て。で、えー、起きて。で、次のまた朝5時までずーっと勉強する。うん。で、1週間で、これだけ12時間に分けてるわけよね。12時間を1セットとして、1週間で14セット。で、月曜日の起きてから夕方5時までは絶対に勉強してはいけないっていうルールだったよ。面白くない。この間勉強してはいけないの。その時休むぞじゃなくて、息抜きしろよじゃなくて。勉強してはいけない。してはいけないから、じゃあやってはいけないんだったらこの時いっぱい楽しもうよってなるわけ。 で、勉強するときも、一生懸命頑張ってるときも、これ頑張ったら、月曜めっちゃ、半日を思いっきり遊べるぞってどうせ勉強しちゃいけないときなんだからめっちゃ遊ぼうって。勉強してるときに、どんなのやって遊ぼうかなってワクワク楽しみにしながらめっちゃ勉強する。だから、あの、月曜日が待ち遠しくて、それに向けてしっかり頑張れる。で、大体土日がもしたからね。やっぱ、そこでもしやって、え、やり直しして、月曜日に、まあ、あの、思いっきり遊ぶって感じだったんじゃないかな。うん、で、しかも、その、要は勉強してはいけないだから、こう息抜きするじゃん。で、めっちゃ楽しいってやってるんだけど、 だんだんね、あの、午後とかになって、3時4時ぐらいになってくるとさ、やっぱ思いっきり遊んでるんだけど、やっぱ心のどこそこ,そこで、やっぱ思いっきり遊びまくりすぎてると、うわーでもライバルって今日のこの時もめちゃくちゃ勉強してるよなーって、これ差つけられたなぁっていう思いもあるんだって。大丈夫かなーってこんなことして受かるんかなーって。でも勉強しちゃいけないしって。これね、秋冬になった時めちゃくちゃ怖かったらしいよ。でもそういうルールだしとかって言ってやってたらしいんだけど、やっぱそういう風になると、今ライバルめちゃくちゃやるんじゃないか、大丈夫なのかこんなことやってていいのかなって。 思うからこそ、もうその月曜の半日の休みが終わった瞬間からむちゃくちゃやる気があって、おしゃあれやっとここれ不安だなやぞって,やだぞっ,てってやるって言ってた。息抜きがあることで勉強中、あの休みのために頑張るぞって、この、これでうまくいったら、こんな楽しむんだ、みたいな。今度の模試で100点取ったらあの子に告白するんだ、みたいな。まあ、あの、激鎮するフラグみたいなね、こともあるかもしれないですけど。それはやっぱ、そういう楽しみを、ね、持っていける。息抜きがあれば。そして逆に息抜きがあって、息抜きをするからこそ逆に、こんなんでいいのか自分って。 いうふうに思う部分が出てきて、そこに、やっぱ、なんていうかな、危機感。それはやる気を生む。人ってね、えー、成長するためのやる気っていうのには必ず、もうどんなんやってもね、ストレスが必要だって言われてるの。人間が頑張るためにはストレスがいる。このまんまじゃ嫌だ。このまんまじゃダメだ。こんな自分で痛くない。きっとうまくいく自分になりたい。そういう自分になるために変わらなきゃ。そのストレスが自分をやる気にしてくれる。だから成長するとき、頑張るときって、絶対に、 こんなんじゃダメだって。もっとやるんだっていう思いがいるのよ。だからそういう自分との向き合うための時間でもある。息抜きっていうのはね。逆にずーっと勉強して息抜きなしでいると、こんなに頑張ってるんだからって。こんなに我慢してるんだからって。よくやってるな自分って。その安心こんだけやったんだからっていう安心それが、逆に言うとストレスを消してしまうんだよね。勉強はあくまで時間じゃない。質だから。だから勉強に対して、やっぱりその息抜きは持っておくこと。 でも何度も言うけど、勉強に対しての不安、苦しみ、辛さ。これは、もうとにかく合格することでしか消えない。で、合格することでしか消えないんだったら、ずっとそいつと寄り添っていくとか、そうなるけども、一個だけ。合格まではいかなくても、合格に近づくこと。つまり自分の力がついたって思うほど、やっぱ安心するし、嬉しいし、それがまた次のやる気を生み始める。だからみんな力をつけろ。どんどん、頭良くなれ。で、えー、頭良くなるの不安だなとか、えー、もしで点数下がっちゃったよっていう奴ら、ちゃんと頭良くなってるかな、不安だなっていう奴ら、いっぱい出る。 そいつらは、全然復習が足りない。いいか。大学受験もそう、資格試験もそう、長期間勉強しなきゃいけない範囲が広いものに関しては、いかに理解するかよりも、理解したもの、自分の中に一回取り入れたもの、解けるようになった問題、分かるようになった問題を、忘れないこと、本番使えることが大事なの。徹底的な復習をして、めちゃくちゃしっかり暗記することが、すげえ大事になる。ね。で、お前たちはもしの点数で、え、点数が下がったから、 頭が悪くなった。点数が上がったから頭良くなったって思ってる奴らは絶対点数に振り回されて、自分のことがちゃんと分かってないし、不安になりやすいし、何より、お前たちは勉強が悪い。それは復習ができてないから。俺いつもそうだった。おお、お前、その、もしの点数下がってるぞって先生から言われた時、え、先生ってあの、前回より点数下がってるってことは問題悪かったっすよって。言う、普通に。何言ってんのって。お前の努力不足だろって先生は言うけど、俺は先生に対してきちんと説明ができてた。なんでだって。前回のもしの時、2ヶ月前はこの問題集1冊しかマスターしてませんでした。 でも今回は、もうこの問題集3冊マスターしてますとか、数学とかだったら、前回はこれぐらいの問題しか解けてませんでしたが、今の自分だったらこれぐらいの問題は、えー、全部出されても全部解く自信ありますよって。今日まで解いたいろいろな問題、全部解けるようになってますよ。だって俺は、一回解けるようになったものは徹底的に復習して、復習ができない場合に関しては新しく進めずに、徹底的に復習して、絶対解けるっていう状態を維持するもん。何が何でも。だから、わかる ?2 ヶ月前の模しと、 今の自分の、あの、ね、今回の模試を比べたときに、絶対に解ける問題、覚えてる問題が増えてんだよ。それで点数下がった。だって能力増えてんだよ。前よりも解ける問題増えたんだよ。おい、確実に覚えてる問題多いんだよ。英語で言うたら単語数多いんだよ。これで点数下がったって言ったら問題が自分と合ってないに決まってるじゃん。だから問題が悪かったんだって言えるんだよ。ま、で、正式に言うと、問題のせいですって。ってなんなら間違えた方が嬉しいよ。だってその間違えた問題は、今の自分に足りなかった部分ってことだろ。 そこの部分を解けるようになったら成長するじゃん。よっぽどいいよ。ね。だから、俺は徹底的に、その、一回解いた問題は解けた状態を必ずキープする。何回も復習しまくって頭にガンガン詰め込む。だから短時間で復習する方法を教えてるんだけど、他の動画とかね、本とかで教えてるけど、そういうの興味あるやつはそっち見てこい。ね。で、その状態で徹底的にやるから、自分の能力がどれくらい伸びてるかがわかる。俺の能力は今この問題集3冊がマスターできてる状態。だからこの程度のレベルのこの、これくらいの問題だったら全部解く自信がある。っていう感じね。うん。 で、これで合格点が足らないんだったら、もっと問題集解いてとか、もっと過去問解いて、それもマスターしようって。そしたら、まあ、それぐらいの問題を解けるようになって、それぐらいの点数を取るようになるだろうなって感じさ。マスターできてる。解けるようになった問題を増やす。ただそれだけ。本番に向けて。似たような問題しか出ないから、きっと。同じような教科書から、同じように作られてるんだから、同じレベルでみんなが同じようなものを解く。毎年。似たような問題を解く。だったら、その準備してればいいじゃん。その分、 準備ができてるからもしの点数なんんかどうでももいいんだよもしを客観的に見えるなるほどってあんだけ勉強してこんだけ準備してそれでも間違えたってことはここは自分にとって弱点だなここはもっとやるべきだなってわかるし逆にもうここの部分に関してはもう十分丸なんだからまあ一旦ここはこ,このくらいにしといてもっとダメな部分に時間使おうとかこうやって効率的にできるわかったかつまりまあもう一回まとめると息抜きはやった方がいいよって息抜きがあることで息抜きを決めてやることでそれに向けて一生懸命やる気も湧くし息抜きの間思いっきり楽しむことで それが今度、不安とか焦り。大丈夫なのかっていう思いを持って、また新鮮な気持ちでやる気を持ってる。で、俺の場合はどんな、え、息抜きをしてたかっていうと、まあ、そういうこう、プロ野球とかね、ソフトボール関係のことで体を動かしたりとかして、あのー、まあ、息抜きもしてたけど、そもそも俺の場合は、えっと、教科を、えー、分けてたから、頭の中でね。勉強って一括りにしてない。好きな教科も、好きな教科の勉強だったらたくさんできるし、嫌いな教科の勉強だったらやっぱ頑張りたくないし、辛いし、しんどい。で、誰の教科に関しては一気に勉強しまって、基礎問題集を徹底的にやりまくる、答え見ながら。 で、そこそこいい点数取れたら、いい点数取れて分かるようになって、で、周りからもすごいねって褒められて順位上がって、偏差値も上がって、いや、それで嫌いですよ、ならんだろ。嫌いな教科に対しては点数取るようにしたらいいよ。俺はそれが息抜きになってた。うん。そして、何より。やっぱり息抜きがいるなとか不安があるなもしの結果で心がブレるなとっていう奴らがいたら、復習が足りてないよ。自分の力を判断するのに、もしをやってたら、 もしよ、もしの点数を見てるようだったら、もしの偏差値を見てるようだったら、お前たち復習が全然足りてない。ちゃんと復習ができてるやつは、もしで点数が下がった時に、もしのせいですって言える。そして、もしの間違えた部分を自分の力にできる。というわけで、まあ、これが参考になったかな。第349回、たまらじょうでした。お前たちは、まあ、またね、自分なりの息抜きの時間を作りながら、自分にご褒美をあげながら、楽しく、しっかり、頑張っていけ あ、ちなみにね、えっと、恋愛もだから Web マでおすすめはして、おすすめはせんけど、えっと、してても俺はいいなと思ってるよ。さっきも言った通り、我慢して大学受験ってやつらは我慢して就活するし、我慢して、えー、就活した奴らは我慢して仕事するから。一生我慢が続く。楽しいことをしながら、そういう中で結果を出していくことを目指せ。恋愛もそう。恋愛もね、えっと、生かし方よ、そんな。 恋愛のせいで、えー、なんか相手のことが気になってとか、相手とのデートの時間で勉強できないって言うんだったら、それこそ思いっきり勉強できたときはデートするとか。でも、こんぐらいの点数取れたときとか、こんな風にうまくいったときには、1日デートで。全然ダメだったときには、もう放課後1時間だけの図書館勉強デートみたいなね。いい点取った方が、あの、なんていうかな、お互いのためになる。うん。例えば、お互い成績が伸びたら、半日丸々、えー、楽しくショッピングデートしようとか、カラオケデートしようみたいな。 で、例えば、彼女の方は良かったけど、彼氏の方はダメだったとか、逆に彼氏の方は伸びたけど、彼女の方はイマイチだったって場合は、えー、放課後、えー、て言うかな、一緒にご飯、レストラン、ファミレスデートみたいな。で、さっきも言った通り、あの、二人ともダメだったら、図書館勉強デートみたいなね。女とかゲーム感覚で、その、頑張った結果、ね、二人が幸せになるような、自分たちが幸せになるようなルールを決めながらやったっていいんだから。そうしたら逆にやる気になるじゃん。彼女と今度どうしてもいい。見たい映画があるから何としても、今回いい点取るぞとかね。狙いに行ったっていいんだし。だろ。やり方だから。 このラジオもそう。ただ聞いて終わるんじゃない。聞いた話を自分の中にどう取り込むか。俺はそうやと思うで。というわけで349回、たまラジオうです。最後ね、ちょっと暗くなって、変に追加しましたけど、そんな話でした。というわけで、また次回のたまラジオで。